アルゴリズムに振り回されるな。ツイッターやインスタなど多くの SNS では、アルゴリズムと呼ばれる仕組みが採用され、表示順や露出する回数などが決められています。それでバズったり、バズらなかったりするわけですね。しかし、アルゴリズムを攻略して、それらの仕組みを逆手にとって、表示をコントロールしようとすることは私はお勧めしていません。クリエイターであれば創作活動で勝負すべき。 先日そう思うような出来事が起きて、それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターの加ぐわです。今日は SNS にまつわるそのアルゴリズムの話ですんでね、えー、ぜひ多くの方に参考になると思いますので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。えー、今日のお品書きです。様々な SNS で見られるアルゴリズム、フォロー、フォロワー時代の終焉、攻略できてもバズるかどうかは作品次第、クリエイターができることです。はい。 いやー、先日ですね、あの、たまたまですね、私が普段作ってる、あの、ゲームのマップがあるんですね。私はまあ、クリエイター活動としてはゲームの、ゲームを作ってるんですよ。で、そのゲームのマップがですね、たまたまバズってですね、まあ、すごいことになったんですね。で、そこでまあ、これって本当に完全に運なんですけど、ただまあ、やっぱりやっていてよかったな、ということがあったんですね。さて、 で、翻ってみると、最近ほら、ツイッターとかでも、なんかフォローしている人の、えー、投稿があんまり出ないなって思うようになってきてません 例えばタイムラインを見ると、誰々さんがリツイートしましたとか、誰々さんがいいねしましたっていう、まあ、フォローしてない人の投稿もなんか増えてるような気がするんですよね。で、これって実はツイッターに限らず、多くの SNS が最近、まあ、こういう傾向なんだということを言っている有名人の方がいます。 それが、えっ、ー、と、ケンスーさんという方です。えっ、ー、と、SNS 界隈ではもうものすごく有名な方で、えー、スタートアップのいろんな支援をしたり、まあもちろん会社もね、やってたりする方で、ツイッターのフォロワー24万人の影響力を持つ方です。で、この方がですね、先日、これは、フォロフォロワー時代の終焉の途中経過だと思っていて、という書き出しから始まるツイートをして、これがですね、5400 ほどいいねを集め、えー、バズっていました。要はですね、その、クリエイあの、インフルエンサーが力を持つと、やっぱりその、そのインフルエンサーが、じゃあ、例えば、ツイッターやめて、僕はインスタに注力しますって言ったら、インスタからこう、フォロワーが、ね、インスタの方に移っちゃうと。そうすると、まあ、プラットフォームとしては、やっぱり、嬉しくないわけですよね。要はその、1アカウントが、 より強力な力を持ってしまうと、いつその人が映られてしまうかっていうリスクがプラットフォーム側には出てくると。なので、プラットフォーム,がォーム側が表示をある程度アルゴリズムで強化して、プラットフォームに、まあ、有利な表示をたくさんして、プラットフォーム自体にファンをつけるっていうふうに、まあ、今後なっていくであろうと。 いうことを、まあ、ツイートしているんですね。まあ、確かに実際、えー、TikTok なんかも本当にもろにそうですよね。フォロワーが何百万人いようが、まあ、全く新規に始めようが、えー、常に新しいタイムライン、おすすめとかに出ますので、やっぱりその今後も、えー、今後、その SNS が、えー、プラットフォームのアルゴリズムを持って、まあ、自分たちの、見せたいものを見せていくっていう流れは、やっぱり増えていくんだろうなと。で、えー、彼らにとっては、 フォロワーが多いかどうかは、あくまで参考情報に落ち着くんだろうなということを言っていて、まあ、私も本当にその通りだなというふうに思います。で、先日何が起こったかというと、そのなんでゲームが私のゲームがバズったかというとフォ、えートナイトというゲームなんですが、そのフォートナイトというゲームでこうなんか、いろんなユーザーが作ったマップを紹介するページがあるんですよ。で、そこに私たまたま。 乗ったんですね。でも本当たまたまなんですよ。なぜかというと、1年前に作ったマップなのに、新着のところに出たんですね。<laughs> とんでもないあのアルゴリズムなんですけど、ただおそらくそれで目に留まったんですよね。あの突然また、あの、すごい古いマップなのに突然バズったんですよ。で、その1ヶ月後ぐらいに本当にたまたま目に留まって、 うじさんというチャンネル登録者数113万人という超人気ゲーム配信者、YouTuber の方にプレイをされて、それでですね、なんと私のマップのフォロワーもですね、8倍に増えました。いやー、インフルエンサーさんのバズってほんとすごいですね。 うん。いやー、なんか、なんか夢を見ているようでした。にわかには信じられなかったですね。で、いい感じにいじってもらえて、まあ、あの、本当にいい評価をいただけて、すごい嬉しかったです。でもね、これね、やっぱり私が、あの、これ思うのは、私が、やっぱり、このゲームを作った時に、当時、こんなことに気をつけていたんです。 私ですね、この、えー、ゲームを作ったの、これ魔獣の塔というゲームで、まあ、アドベンチャーゲームで、あの、フォートナイトというゲームで、えー、どんどんマップを進んでいって、塔を、タワーを攻略するっていう、まあ、そういうゲームなんですけども、そのマップを作るときに、やっぱり一番大事に考えたのは、完成度でした。 私自身は、あの、本当に、このゲーム作りに関しては、まあ、やっぱり素人にちょっと毛が生えたような感じなんですね。もう本当にトップクリエイターの方って、あの、世界、世界とか、日本とかでものすごく稼がれていて、ものすごくフォロワーさんもついていてっていう方がもう、まあ、ごっそ、ごっそりいるんですよ。で、私はそういう意味では全然、あの、そういうところではなくて、はい、ないんですね。ただ、やっぱり完成度というのは、白、あの、 そういうトップクリエイターでも高められるわけですよ。で、具体的には何をやったかというと、YouTube のライブをして、ライブに来てくれた方にテスト版のこのマップをプレイしてもらって、で、いろんな感想を聞いて修正していった。で、あと、公開した後も、いろんな方が YouTube でプレイしてくれる動画、ゲーム実況動画を流してくれて、その方の感想を見てさらにチューニングをしていったっていうことを、 半年ぐらいはね、ずっとね、やってったんですよね。そう。なので、完成度を高めるっていうことは、これは何でしょうね。その、どれだけこだわりを持って作り込めるかっていうところだと思うので、まあ、才能とかよりは、言うよりは、どちらかというと、ほら、執念とか、体力とかで何とかできる部分じゃないですか。なので、まあ、そこで私は勝負したんですよね。ですから、まあ、今でも自信を持って、あのー、おすすめの、 ゲームですって言えま、言える自信はやっぱりありますし、でもそうやって高めたからこそ、やっぱりね、採用されたんじゃないかなと思うんですよね。やっぱりこれだけの有名 YouTuber さんでしたら、あの、ゲームをプレイして本当につまらなければ、あの、やっぱり途中でね、やめちゃったり変、あの、他の違う切り口での修正、あの、編集の仕方になると思うんですよね。ですから本当にこの動画を見て、やっぱり当時、完成度を高めることをしておいて、 良かったなと思いました。はい。ですので今後、まあ、プラットフォーム、Twitter に限らず、Instagram に限らず、YouTube に限らず、s タイフに限らず、プラットフォームがアルゴリズムをちょこちょこチューニングして変えていって、表示順を自分たちの、こう、いいように変えていくっていうのはもう、おそらく止まらないと思うんですね。 ただそうなったときに、たまたま自分の作品がバズることがあり得ると。で、そうしたときに、やっぱり完成度の高いものが露出されることが望ましいわけです。もしくは、えー、たまたま露出したときに自分のアカウントがずら、自分のアカウントが表示されたプロフページが出た、そのときにずらーっとかっこいい写真がね、たくさん並ぶインスタとか、えー、すごいわかりやすい解説が並ぶツイッターとか、そういう、まあ、プロフページを見た時の完成度。 ここでおそらくフォロワーが増える増えないっていう判断がされると思うんですよ。ですから、えー、自分のプロフィール、プロフページの完成度や一つ一つの投稿の完成度をいつか来るバズのために高めておくっていうことが今まで以上にやっぱり大事になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。いやーでもね、本当ね、こういうことが起き、起きるとね、なんか 本当ね、あの、本当嬉しいですね。ありがたいですね。あの、いつも応援してくださる皆さんのおかげだと、えー、感じております。ですので、ぜひ皆さんもですね、えー、ツイッターを頑張っている方は140文字に、えー、魂込める。インスタを頑張られている方は写真や、えー、リール、動画などにね、え、魂込める。などなどして、創作活動いつバズってもいいように、えー、頑張っていきましょう。 クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが日々ブックマークしているニュースを一つ興味深いものを紹介しています、えー。毎朝の収録配信、そして夜9時からの雑談ゆるりライブ、そして無料のニュースレターでお届けしています。ぜひフォローしてください。えー、くださると嬉しいです。というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃーい。